皆さんこんにちは、西岡義人です。今日はですね、たくさん YouTube の方にですね、まあいつもコメントをくださっている人がいるんですけども、その中からですね、ラケットの紹介とかガットのテンションとか、まあ何をいわゆる使ってるんだっていうのを、結構スペック気になりますみたいな話があったので、ラケットの詳細とかガットとかの僕の使っているギアの紹介をしていきたいなというふうに思います。まず最初はまあラケットのね、今使っているモデルなんですけど、一応売っているものの最新の V コアの98というモデルですね。僕はヨネックスさんが出している V コアとか、あと E ゾーンのこの2種類が結構男子選手とかの中でもよく使われているラケットの2大巨頭かなと思うんですけど、その中の僕は V コアを本当にずっと昔から使い続けているので、2つとも違う良さがあるんですけど、僕は個人的に V コアの方が良くて、理由としてはやっぱりその、僕的にはそのパワーがすごい大事ではあるんですけど、逆に出すぎてコントロールができなくなるのも困るので、そういった中でいいぐらいのパワーがちゃんと出てラケットから、でなおかつまあスピンとかもかけやすくて、でもまあコントロール性もあるっていうラケットを僕は選んでるので、この V コアの98というモデルを使っています。で、重さなんですけど、多分ですね、これアベレージで皆さんが買えるのとかだと 310g とかが売ってると思うんですね。確か僕もですね、もともと310とかを試打してる時に使ってたんですけど、気持ちもう少し重くしたいなっていうことで、僕はですね、ヨネックさんからまあこういう重りとかも出てるんですけど、まあ、これを自分で勝手に貼ってですね、このトップのところがあるんですけど、この上の部分に2枚貼ってます。でこれはまあ片方だけ貼るとバランス崩れちゃうんで、両サイドに貼ってるんですけど、これが1つ 0.75g ですね。2つ貼ってるんで、まあ、トータルで 1.5g をトップに貼ってます。で僕はですね、まあ、トップヘビーよりも結構ボトムヘビーの方がコントロールをしやすいということでですね、ヨネックスさんここ実は取れるんですけど、このヨネックスのマークの部分ですね、この部分取れるんですけど、ちょっとなんか針みたいなもので引っ掛けて開ければですね、取れるんですけど、まあ、こうやって開くんですけど、ヨネックスさんのちゃんと針を入れるところがあって、でこの後ろにですね、僕こうやって重りを貼ってます。でこれが一応2.5g ですね、持つところに入ってます。これでトータルですね、ラケットだけの重さで 313.75g ですね。もともと 315g でやろうかなって思ったんですけど、ボトムとトップを同じ重さにした時に振り抜きが結構僕の中であんま良くなかったので、ちょっとだけ軽くしてみると結構いいなっていう形になって今の重さになりました。これは多分使い続けても、去年の芝のシーズンとかなんかもう1年前ぐらいから結構試してこれに確定したんですけど、これが今の僕のラケットそのもののスペックになります。次はですね、ガットなんですけども、僕は縦と横で違うガットを貼ってます。でこれはですね、縦に貼っているもの、白いものに関してはナチュラルガットって言われるガットで、正直愛好家の人たちとか学生とかが毎回これを使うとなると結構お金が高いんですね。これは半分なんであれなんですけど、1本分貼るガットを買うのに約8000円から1万円ぐらいするものになってくるので、趣味でテニスやってますっていう感じだと毎回それを買い替えていくのは結構なお金になってくるので、あんまり使ったことある人は少ないかなと思うんですけども、プロの中では結構これはもう主流として使われているガットになってます。で僕はですね、ヨネックさんが持ってないので、バボラの VS タッチっていうものの130というガットがあるんですけども、そのガットを僕は使用しております。でこれは縦に貼って、横にはですね、ヨネックさんが出しているポリツアープロというものの125ですね。これは125とか130っていうのは太さを表してるんですけど、125のヨネックスのポリツアープロというポリエステルのガットを貼ってます。これも結構ヨネックスの選手が好きな人は見たことあると思うんですけども、この黄色いガット自体は結構主流で使ってる選手が多くてですね、僕の肌感的には一番いろんなものの間を取ったようなガットっていう感じです。なので癖が特にないので、結構扱いやすいガットかなと思いますね。でここに関してはナチュラルは縦に貼ったり横に貼ったりする人結構分かれるんですけど、僕としては縦に貼った方が結構回転量も上がったり、ボールも上げやすくなったりして、結構ね、僕は感覚が良かったので、もう縦にナチュラル貼るのはもうずっと前から、プロスタートぐらいからずっと貼ってるんですけども、僕はここはあんまりいじってはないところにはなります。で大体テンションはですね、縦ナチュラルっていうガットはボールを飛ばす能力に結構長けているガットなので、ちょっとだけこっちを硬く貼ってます。大体ガットの
テンションが縦が52ですね、ナチュラルが52、横のヨネックスのポリエステルの方が49、いわゆる3ポンドを変えてます、縦と横で。これは気温だったりとかボールの違いだったりとかサーフェスによってテンションが結構下がったり上がったりします。それこそ最近の全仏オープンの時には縦はもう48の横は45という、もうあのボールをひたすら飛ばすことだけを考えていたので、通常のハードコートとかだとだいたい52とかで張るんですけども、さらに4ポンド落として、クレーでは戦ってました。こういった感じで僕たちは結構その行く場所とか、あとはですねストリンガーの張り方とか機械とか硬さによってもちょっと違うので、そこでまた事前に練習とかをした時に感覚で僕らは変えているっていうのがあります。これがまあ僕の今使っているギアで、あとまあナチュラルの細かいところでいくと、これはですねガットを張る時に、仮に今度誰かちょっとファンの人がじゃあナチュラルガット張ってみようってなると聞かれることが絶対あって、プレストレッチをしますかしませんかっていうものを聞かれるんですね。これは何だっていうと、いわゆるこのナチュラルっていうガットは羊の腸から使っているガットになっていて、まあ、それがですねもともとシープって言われてたものなんですけども、まあ、そういったものもあって引っ張って放置した状態でそれを張る状態と何もせずに張る状態ではボールの飛びが違うんですね。でどれくらい伸ばしますか、 5% 伸ばしますか、 10% 伸ばしますかっていう結構あるんですけど、僕は正直 10% 以上張ったことがないので、なんかそれ以上何%できるのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、人によっては 10% プレスレッチっていわゆる引っ張ってかけた状態を使ったりもするんですけど、まあ、何が変わるのかっていうと、もう完全なボールの飛びですね。プレストレッチをかけた方がボールが飛びにくくなります。プレストレッチをかけないで張った時の方がボールが飛びやすくなります。ここの差が結構あるよっていうところで、ナチュラル一つにとってもかけ方どれくらいかけるのかっていう量を変えるだけでもこのガットの感覚っていうものは変わるんですけど、僕はかけずに張っております。なのでボールを飛ばしやすくするようなガットのギアっていうものを使ってます。これがですね結構なかなか僕も今まで言っては来てなかったんですけども、結構細かく僕のラケットをプラスガットを解説させていただきました。皆さんもですねこのラケット自体も店頭とかスポーツショップとか行ったり、あとはまあオンラインでも買えると思いますけども、ぜひトライしてみてほしいなと思います。ナチュラルガットに関してはかなり高額ではあるので、買える方は一回買って僕のギアを試してもらえるといいなというふうに思います。こうやってねいろいろラケットも正直いじっていけるので、皆さんも一番使いやすいギアっていうものを見つけてもらえたらなと思います。ということで皆さん今回はご視聴ありがとうございました。この動画がためになったという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それではみんなバイバイ。てちずチャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そしてズームを通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。